ラブ TSR とは、スポーツ業界で活躍できる人材を育成する専門学校 TSR。 その TSR の施設を地域の皆様に開放し、学生が各プログラムの指導に当たっている地域密着型会員制スポーツクラブです。パーソナルトレーニング、スタジオレッスン、ストレッチ、キッズダンススクール、サッカースクール、子ども体操教室、アローズラボ&ジムの7つのプログラムに分かれており、すべてのプログラムで業界とコラボして運営することで、学生たちは現場力を養っています。パーソナルトレーニングでは、スタジオで行うマンツーマンのパーソナルトレーニングを提供しています。お一人お一人に合わせてトレーニング指導を行っています。西葛西や葛西の地域の方々に、お客様のニーズに合わせて姿勢改善だったり痛み改善をパーソナルトレーニングとしてセッションさせていただいています。気をつけていることは、お客様とのコミュニケーションのところでどういうふうに話すかの言葉遣いだったり、あとは距離を考えて接しています。私がこのゼミを通して学んだことは、まずは人とのつながりです。すごくコミュニケーションが大事とされるものなので、パーソナルトレーニングを通してお客様だったり、あとは仲間との会話をすごくできるようになって、人として成長できました。あとは動作や動きを見る目が養えて、トレーナーとして力がついたと思います。スタジオレッスンでは、スタジオで皆さんと一緒にエクササイズをします。音に合わせて行うエアロビクスや筋トレ、ダンスやヨガなど、学生が考えたプログラムを提供しています。ここのゼミでは、自分で、私はヨガやステップ台を使ったレッスンを行っていて、音楽に合わせてゆったりと動いたり、アクティブに動いたりする動きを行っています。他のメンバーもストレッチの動きを使ったり、ボクシングなど格闘技系の動きも行ったりとしてやっていて、さまざまなレッスンを自分たちで考えて行っています。授業内でももちろん、前に立って一対大人数でやるレッスンの授業もたくさんあるんですが、実際に外部の方、地域の方に提供することができるのはこのゼミだけって感じだったので、その経験ができたことで自分の自信にもつながったし、お客様がどれぐらい動けるかとか、初心者なのか運動経験がある方なのかっていう、どれぐらいの差があるのかっていうのも、とてもこう目で見て学ぶことができて、それを生かして次のレッスンをって考えることができたので、とても身になったクラブ TSR だったなって思います。ストレッチでは、体の不調がある方へストレッチとリラクゼーションを提供し、快適な日常を提供します。このゼミでやってる主な活動は、施術だったりだとか、あとは解剖学的な体の仕組みとかを勉強して、それを実践として地域のお客さんとかに実際来ていただいて施術をしているっていう感じです。このゼミをやってよかったことは、実際に授業でも骨とか筋肉とか仕組み習うんですけど、学ぶっていうことはあっても、それを実践するっていう場がないので、それを学校のゼミでできるっていうのは貴重な経験だと思うし、実際に講師の先生もお客さん手術をしている経験がある方が講師として来てくださっているので、貴重な経験をさせてもらっていると思います。それをお客さんにできるっていうのもまた強みっていうか、入ってよかったなってことだと思います。施術するときに気をつけていることは、
お客さん一人一人でなんか筋量とか筋肉のつき方とかも違うので、その人に合った力のかけ方とかで施術するように心がけています。実際にお客さんに施術してみて違うなって思ったところは、先生に教えられたことを頭で理解しているつもりでも実際にお客さん相手に体を触ってみるとうまくいかないこととかも多かったので、そこが違うなと思いました。キッズダンススクールではダンスをやってみたい、ダンスが上手くなりたい、小学1年生から小学6年生を対象に、楽しみながらリズムの取り方やダンスの基礎、応用までレッスンを行っています。毎週金曜日、元気いっぱい運営をしています。キッズダンスでは私たちがダンスの振りを考えて、それをキッズに教えて1時間のレッスンをして、で最後のレッスンの日に親御さんを呼んでそこで発表会をするっていう形のレッスンになってます。難しかったことは、普段の授業でも同じ同級生クラスの人に対してレッスンをするっていうのはあるんですけど、お客様にやるのは初めてだったので、そこで自分も初心者、ダンス初心者から始めたので、子どもたちにどうやったら伝わりやすいかを考えながらやるのが一番難しかったです。困った時に経験者の先輩方や先生たちに方法を教わってやりながら改善することができました。サッカースクールとは、ドイツのサッカー教室フラキッズの日本校とタイアップしたサッカースクールです。ドイツ発祥の運動能力向上プログラムバルシューレを導入しているので、学生はサッカーの指導スキルだけでなく運動の楽しさを伝える力も身につきます。クラブ TSR サッカースクールは年少の子どもから小学生の子どもまでを指導するスクールになっています。コーチは全員学生がやっていて、子どもたち一人一人に合わせた指導を心がけてスクールを行っています。指導経験を現場で詰めるっていうところがいい点です。一人一人個性があって、能力とかサッカー その実力とかも違うと思うので、一人一人に合わせて教えるっていうところを心がけていて、あとは怪我をしないようにグラウンドになんか破片が落ちてたら拾うとか、周りの器具とかに気をつけながら指導を行っています。子ども体操教室とは、リーフラススポーツスクールとタイアップした体操教室です。リーフラスメソッドを学んだ学生がマット、跳び箱、鉄棒、縄跳び、ボールなどを用いた運動プログラムを楽しく提供しています。アローズラボ&ジムとは、最先端のスポーツ科学を駆使してアスリート、選手に対して測定、フィードバックをすることで競技力向上と怪我の予防をサポートする施設です。関東では教育施設で唯一 TSR に設置されました。5大基礎体力のスポーツビジョン、筋力、持久力、瞬発力、跳躍力を測定分析した上で、データに基づいた根拠のあるトレーニング指導を学生が提供しています。これらの7つのプログラムは学生によって行われ、実践を通じた学びと成長の場になっています。クラブ TSR